2024年のアジアサッカー連盟17歳以下女子アジアカップ競技大会で優勝した祖孫の選手たちが21日帰国しました。6日から19日までインドネシアで行われたこの度の競技大会で、祖孫の女子サッカー選手たちはトータル24の得点を記し、1つの失点もありませんでした。こうして祖孫チームは国際サッカー連盟2024年の17歳以下女子ワールドカップ参加の切符を手にしました。女子サッカー選手たちを平壌国際空港でキム・イルブク体育相、スポーツ部門関係部門の人、選手、家族が平壌国際空港に出迎えました。選手監督にスポーツマンが礼をかけてやり、花束を持たせて競技の成果を祝ってあげました。沿道に多くの市民が詰めかけて選手たちを祝いました。